はい、今ホテルをチェックアウトいたしまして、次のホテルに向かっているところです。とりあえず荷物でも置こうかな。その後、湯もみショーでも見に行こうかなって思ってます。よろしくお願いします。はい、湯もみショーに来たんですが、めちゃくちゃ並んでますね。これから見まーす。あっつ、暑いっすね、なかなか。うえうえ、でもだんだん慣れてきた。さあ、お昼ご飯はこちらのおすすめしてもらった鳥彦さんでいただこうかと思います。はい、開店まで時間がかかるということで地蔵湯にやってまいりました。すっごいできてるんだけど、やば。顔に蒸気を当てる顔湯というのがあるのが地蔵湯の特徴でもあります。顔がぬくい。いただきます。うん、うまい。焼き方がパリッとしてる。ごちそうさまでした。
はい、ではこの白根神社を登ってまいりましょう。こちらに手洗い所があって、で向こうでお参りするんですね。沼神社？なんじゃそりゃ。これが沼神社だそうです。休憩所の横に色ついてるの、これお湯の成分？やたらとあるカラオケ、その1、その2、その3。はい、本日泊まるところがこちらの湯川テラスですね。こちら泊まれるホテルとして、泊まれるカフェとして非常に良さそうですね。では行ってみましょう。はい、チェックインいたしまして、私の部屋が駒草という部屋ですね。こちら開けていきましょう。あ、そういうことね。で、押しながら行っていきますと、で、目の前に広がっていくのは、素晴らしいソファーじゃない、ベッド。ベッドが2つあります。で、この大きなテレビ、見てください。豪華ですね。そして、こちらウェルカムサービスとして、なんとスイーツがもらえるんですね。今回はアフォガートを注文いたしました。で、こちらはなんだかおしゃれな冷蔵庫かな。まあ何も入っていないですが、普通に使うとしましょう。で、コーヒーカップに、上には電子レンジとお水のご用意が2つありますね。で、これなんとコーヒーメーカーがついてるんですね。いやー、すごいですね。素晴らしい。で、奥にはおしゃれなソファーに、これは外湯に行く用の荷物ですね。この小さなカゴが可愛らしいです。ベッドの間には電気スタンド、間接照明ですね。こちらありがたいですね。トイレも非常に綺麗でして、ウォシュレット付きです。いやー、素晴らしい。掃除も行き届いています。で、今回のメインはというと、そう、今回露天風呂付きの客室でございます。こちらに洗面台があって、こちらで服を脱いで、こちらにシャワーがあるわけですね。で、そこから外に出ます。すると
この源泉かけ流しの露天風呂があるということですね。いや素晴らしい、この開放感のあるお風呂を今日は独り占めしてしまいます。はい、今回こちらの素敵なお部屋に宿泊いたします。で、今回ですね、結構高かったんですよね、まあ、46,450円、まあ土曜日だったからこの値段なんですけど、普段はだいたい3万円ぐらいで泊まれるような感じでした。で、そこから全国旅行支援の3000円のクーポンで3000円引きで、さらにクーポンがついているはずです。さて、ここからのんびり温泉に入った後、まあ食事でもどこかで取ろうかと思ってます。よろしくお願いいたします。いただきます。うん、おいしいおいしい。うん、やっぱソフトクリームうまい。というわけで早速こちらのお風呂入っていきましょうかね。うん、熱っ。うん、めっちゃいい湯だ。ここ湯葉岳温泉なんですけども、まあ、昨日までに比べてちょっとお湯が柔らかいような、ちょっと優しいような気はなんとなくしますね。さて、せっかくなんでこの辺の飲み物でも飲んでみますか。美味しい。せっかくなんでこちらのひつまぶしを食べます。まずはそのままいただきます。うん、うまい、めっちゃくちゃうまい。次は薬味をのせていただきます。薬味が合うんすよ、うん、クリスも柔らかい、うん、ま、最後に出汁をかけてお茶漬けでいただきます。
さっぱりいけて、これもまた本当に美味しいです。ごちそうさまでした。今回は落語付きプラン。お昼に揉み合っていた熱の湯で落語をやります。編集中の金パミです。中では写真撮影はできたのですが、動画の撮影は許可されませんでしたので画像でのご紹介。話が非常に面白く、初心者にとっても分かりやすいように解説していただいています。非常に楽しい時間を過ごしました。ありがとうございました。はい、夜の露天風呂も非常に幻想的で素晴らしいんですけども、ちょっと強酸性なんでね、私の肌が持ちません。明日の朝入るとしましょう。今は映像だけ撮っておきますかね。はい、たくさん遊んで回って眠いので、そうそう寝ます。おやすみなさい。8時3分、これからお部屋の風呂に入って朝食を食べたいと思います。よろしくお願いします。はい、再び朝風呂に入っていきましょう。ご機嫌な朝食です。うん、うまいうまい。お味噌汁もありました。うん、よしよし。はい、湯川テラスをチェックアウトいたしまして、再び西の河原公園に来ております。こちらね、明るい時にもね、非常に美しいはずです。行ってみましょう。
はい、では西の川田露天風呂に入っていきましょう。楽しみですね。編集中の金髪です。お風呂は露天風呂一つだけというシンプルな作り。しかし見ての通り非常に広いです。泉質は pH 1.5 という超強酸泉、強烈ですね。いい湯でした。ところどころにいろいろ積まれている西の河原ということですからね。上に続く階段があったので登ってみましょうか。はい、登ったところで何かあるわけでもなかったので、このまま戻ります。リラックマの店、どこにでもあるんだな。これもなんか、どこの温泉地でも見る気がする。さあ帰る前にこちらでそば食べたいと思います。大野屋さんです。はい、くずみそばを注文いたしました。こちらペーストをそばつゆに混ぜるそうですね。楽しみです。いただきます。こんな感じになりました。いただきます。うん、栗の香りとクリーミーさ、本当に素晴らしいですね。素晴らしい。最後はそば湯も堪能しましょうね。はい、草津バスターミナルまで戻ってまいりました。こちらからね、東京などの様々な主要都市までつながっています。一本で行くことができますね。ではこちらに乗って帰りますね。はい、バスターミナル周辺に着いたので、そろそろこの動画を締めたいと思います。いや、どうだったでしょうか。草津温泉、非常にいろいろありましたね。というわけで、この動画が少しでも気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。